いいの？ありがとう。じゃあボールペンくれていい？あと。うん？あとす。じゃあまたね。ごめんありがとう。ええポケット2000円入ってたんだけど。えあそうだ、前貸してた1000円帰ってきた時財布に入れるのめんどくさくてそのままポケット入れといたんだ。ラッキー。うわあん時の俺ありがとう。お電話ありがとうございます。宮本鹿です。本日の受付は終了しました。皆さん朝早くからありがとうございます。ちょっとすいません、急遽予定が変わりまして1時まで待機になります。やべ、センキュー、マー君ありがとう。ありがとうございます、パパさん。感謝は言ってくんなきゃ伝わんない。超能力者じゃないんだもん。